今回は2023年人気投票で人気が爆下がりしたキャラを紹介していきます。おいおい、そんな爆下がりまでいくキャラがいたのか。爆伸びしたキャラもいれば、やはり大きく順位が下がってしまったキャラもいます。そんなキャラクターたちが次回は人気を獲得できるように、今回キャラの下がった理由と地味の魅力を伝えていこうと思うので、最後まで不遇キャラのために見ていってくださいね。それではまずはじめに紹介する2023年人気投票ランキング不遇キャラ1人目は、鬼の四天王である星熊遊戯です。遊戯姉さんが不遇ってどういうことよ。長らくパワフルお姉さんキャラとして活躍してきた遊戯姉さんですが、今回の人気投票で非常に不遇なキャラクターの一人です。まずこちらを見てください。遊戯ってこんなにも順位低かったっけ。そう、前回は72位で、まだ古くからいる認知されているキャラが多い部類の順位。かなこ様より余裕で上だもんな。なんでこの方は去年79位なんだ。そう、前回の順位からなんとちょうど10位分も下がってしまいました。バカな。遊戯姉さんといえば今年の東方水晶化で大活躍どころか、主人公の命の恩人の域まで達した大大活躍キャラクターだよ。そうなんですよ。まず星熊遊戯についてなんですが、星熊遊戯は泣く子も黙る鬼です。鬼といえば頭に2本の角ですが、遊戯の額には1本だけ。怒らないので、正直一角見たいと思った人はグッドボタンを押しなさい。彼女は鬼の四天王の一人なだけあり、異常なほどの力を持つと言われていて、なんと足を踏み鳴らすだけで近くの建物が破壊するほどだと言われています。同じ鬼の伊吹スイカによると、自分よりも呪術的な力は弱いが、肉体を使った力は強いかもと言ってますね。ちなみにスイカでも山一つ破壊する力があるらしい。いや、この人たち規模がバグりすぎでしょ。力強いもの、勇気のあるもの、正直なものが好みで、反対に臆病のものや狡猾なものには容赦しないという威勢のいいお姉さんキャラクター。遊戯は段下部とかで知った人が多いイメージあるね。しかしそんな魅力的な遊戯姉さんは年々下がってきている切ないキャラクター。前々回では69位と非常に人気の高いキャラクターでした。なんでこんなことになったんだ。一つは東方十王円組の参加でしょう。そうか、東方十王円組キャラクターは5人中全員70位台以上を食い込むという異例の人気を見せていたんだよな。そう、もともと遊戯姉さんは72位だったこともあり、その分順位が下がってしまったのです。また東方弾幕カブラが今年動きがなかったことが原因でしょう。先ほどマリサさんが言ったように、遊戯が認知されたのは東方弾幕カブラが大きいと思われます。東方弾幕カブラは DNA より配信されたスマートフォン用ゲームアプリで、東方のボーカルを活かしたリズムゲームなんだよな。その東方弾幕カブラの中でも超絶人気だった楽曲の湯煙玉温泉。この曲の元ネタは東方地霊殿の三面道中曲であり、遊戯が登場することから湯煙玉温泉のメインキャラを飾っていました。そこでおそらく認知されて人気を獲得していたのですが、今年は二次創作で遊戯は大きな活躍はなかった。なのでどんどん認知度が薄れて落ちてしまったということか。原作では大活躍を果たして、あの水滝先生が描く色気度抜群でかっこいい遊戯が見れただけに残念だな。そうなんですよ。遊戯姉さんはなかなかにパワフルなキャラクターなのは皆さんもご存知ですが、東方水晶化では霊夢が恋愛ごとで落ち込んでいると思って心配したり、頬をあからめるといったとても女性的な部分を見せていて、ギャップもあるいいキャラ。また素敵なポイントとしては、やはり鬼の四天王の一人であるだけあり、最強クラスの妖怪。それにもかかわらず、荒くれ者が多い旧地獄で元締め役を担当していて、厄介な役割も引き受ける素敵な上司なんですよ。確かに 99% 誰もやりたくないような仕事を引き受けて、しかも温泉街に仕上げて成果を出すところすごいな。このように遊戯姉さんは可憐で強く、非常に素敵なキャラクターなのです。もっともっと遊戯のようなキャラクターが認知されるように私たちも頑張らないとですね。ほんと間違いないね。あの遊戯姉さんのたわわの魅力を伝えないと。それさえ言わなければよかったのに。それでは次に紹介する2023年不遇キャラ2人目は、幻想郷の死神、小野塚小町です。嘘でしょ。小町がどうしたのさ。小町もなかなかに不遇な結果ですね。まず小町についてなんですが、東方海塚の八面ボスを担当し、閻魔である式英気山座部の部下で、死者の魂を彼岸へ運ぶ三途の川の先導、また初めて図ねで胸が豊かに書かれた可能性のあるキャラでもあります。しかも思想戦でも登場した時は、あの組の中で間違いなくナンバーワンのデカさだったぜ。そんなこともあって小町は二次創作ではタワワキャラとして人気のあるキャラクターなのよね。そのことから上司の四季様が小町を羨ましがるというのが鉄板。四季様の前で鉄板とか言うな。このように四季様と対照的にするため、二次創作ではタワワキャラとして書かれる場合が多くあります。四季様とはボケとツッコミでいい関係性だし、二人で伸びてほしいんだけどね。そんな小町の今年の人気投票ランキングの順位は88位と激渋。なかなか初期側のキャラだし、原作でめちゃくちゃ活躍しているのに88位はきちいな。前回紹介したお尻は常にトップの一面ボスリブルナイトバグの後ろですね。他にはプリズムリバーたちがいます。まあまだ知名度があるキャラクターの部類ではあるのか。
ただし、前回のランキングは77位と大幅にダウン。ふにゅー、11位分も落ちているのはかなり痛いな。前回のかなこ様2つ分も前だったのに。都の方はもっと前にいないといけないでしょ。数少ない四季様を盛り上げる役割として色々頑張ってはいるんですが、この順位はきちいですね。四季様は20位台をキープしつつもその側近がかなりの差で開いているのはかわいそうだよ。あまり知られていないかもしれないのですが、東方格ゲー作品にも登場して時期をもらったという経験もある数少ないキャラクターなだけに惜しい。なんといっても小町といえばあの小町。東方プロジェクトのキャラクターでは珍しい反抗式的なタワワキャラの一人だもんな。そう、冒頭でも言ったようにズネでも他のキャラクターよりも大きく書かれているように見え、格ゲー作品の方では間違いなくこの時点ではナンバー1のタワワを持っているんですよ。また唯一の江戸っ子キャラでいいキャラなだけに惜しいな。ロスワのチアガール小町とかインパクト絶大だからあんな感じで魅力を伝えていってほしいね。そうなんですよ。下から見下ろしたアングルとなっているんですが、その破壊力はマスパも凌駕するほどでしょう。旗を振っていることから胸が揺れている表現になっていて、まさにタワンタワンとなっているよ。衣装がめちゃくちゃ可愛いのでこれを着させたいために小町狙いでガチャを引いた人も多いでしょう。この衣装のネットでの反応としては、やめてくれ小町、そのデカさは俺に効く。小町ちゃん、何とは言わないけどでかいし、ムチムチだし、超似合ってる。といったように、かなりチア小町の影響力が強いことがわかりますね。小町のイラストとかチア衣装にしている人結構いるしね。若者キャラでタワワは珍しいし、チア小町のようにギャップも作りやすいキャラクターなのでまた人気を取り戻してほしい。また原作の漫画作品ではたびたび現れて、さりげなくサポートして帰るみたいなかっこいいシーンもあるしね。このまま落ちていく一方は防ぎたいので、なんとか小町の魅力を伝えていかないとですね。あの揺れる小町氏の魅力を。それでは次に紹介する2023年人気投票ランキング不遇キャラは、西田里乃&定例玉井です。ほえー、唯一のボクッコキャラまでも落ちたのか。まず彼女たちは天空小四面中ボス&五面ボス &EX 中ボスを担当しています。マダラ沖縄の部下の一人で、天空小の異変式異変の実行犯、元は普通の人間だったのですが、沖縄の魔力により人ならざるものとなっていて、人間の頃の記憶はほとんどない。沖縄に逆らうことなど考えられない傀儡であり、全ては沖縄のために行動をします。東方二次創作アプリゲーム弾幕カグラの人気楽曲でトランスダンスアナーキのメインキャラだから知ってる人も多いと思うよ。そんな二人なんですが、最近まではお世辞にも100位前後と高いとは言えませんが、頑張ってキープしていましたが、ついに転落してしまいました。東方10応援組やりすぎだ。まず定例前の順位は103位から114位に転落。あの唯一のボクッコちゃんなのに13位分も下がったんだ。そして西田里乃は107位から125位に転落。嘘だろ、18位分も持っていかれたのかよ。二人は登場回数は少ないもののなんとか頑張って100位前後でしたが、ついに大きく落ちてしまいましたね。さっきも言ったけど、あの弾幕神楽で結構頑張っていたから知名度があったけど、今年は弾幕神楽は動いていないから薄れてきているんだろうな。星熊遊戯と同じパターンですね。彼女たちはどちらもズネが可愛いし、奇妙なダンスが癖になるし、実は闇深い設定もあったりと触れると非常に面白いキャラクターなので人気が薄れるのは防ぎたいですね。しかし、来年には新弾幕神楽が始まるので、そこでまた知名度を上げていってほしいです。同時たちよ、頑張れ頑張れ。それでは次に紹介する2023年人気投票ランキング不遇キャラは、まさかのまさか、地獄の妖精クラウンピースです。ルナティックタイム。嘘だろ、クラピが下がることってあるの？しかもかなりの順位を下げてしまいました。まずクラウンピースについて紹介しましょう。エクストラステージボスであるヘカーティアの部下であり、地獄の妖精。妖精にしては異常なほど力が強く、制作者曰くおつむの程度は涙が最強レベルの妖精とのこと。実力主義の地獄で上位に組み込むほどの強さで、その実力はなんと東方史上トップクラスの実力を持っているかもしれないヘカーティアにも一目置かれているんだぜ。一人称は値で、笑い方わけははは。そいなクラウンピースですが、デザインが神がかっている。金髪ロングヘアで目の色は赤がかった紫色、玉が3つついた紫色に水玉の帽子をかぶり、首元にひだ襟のついた青地に白い星マークと赤白のストライプの服を着ていて、まさにアメリカンガールを彷彿とさせていますね。海外美少女とか憧れ中の憧れだもん。ですよねー、マリちゃんさんわかってる。やかましいわ。右側がストライプ、左側が星ですが、カラータイツは逆に右側が星、左側がストライプ。靴は履いていません。はい、エッチすぎる。急にどうした？クラウンピースというと、チルノや三妖精と違って背が高くちょうどいいロリ。しかも全身タイツでメスが期間強め。もうエスすぎますよね。視聴者の皆さん、視聴者さんに同意求めるんじゃありません。こんな魅力的なキャラクターがなんと、48位から62位に転落。9位、14位分も落ちてるじゃないか。そう、マジで幻想だと思いましたもん。クラウンピースというと、
最近は3月生で大活躍中のキャラクター。前回の越名場面集でも言ったようになかなかに際どいシーンも披露してくれていたよな。このアメリカンガールな見た目や絶対的なメスガキポジション、またヘカーティアの右腕なことから落ちても2つ3つぐらいだと思っていましたが、驚愕の14位群も落ちていた。もともと48位と超人気キャラなだけにかわいそうだな。やはり下がった原因は二次創作方面での活躍の少なさか。おそらくそうでしょう。今年有名どころの東方二次創作ゲームでクラウンピースは活躍していない。なので認知度が薄れたのが大きいですね。感受伝は好きな人も多いし、意外すぎたな。キャラクターがすこぶるいだけにこの順位はもったいない。クラウンピースは先ほども言ったように東方3月制でかなり活躍しているし、全身タイツという紳士の心をくすぐる要素を持っていたりします。またフランドールとも相性がいいのよね。狂気の金髪ロリですからね。二次創作もはかどりやすいキャラですし、もう少し上がっていってほしいですね。ただもうすぐ幻想のバルキューレでクラピが参戦するようですし、そこで認知されると思われますね。おお、それはめちゃくちゃ楽しみだ。なんとかクラピの人気も回復させてあげたいです。もうこうなったら東方キャラ全員1位でいいのでは。すっきり綺麗にまとまりました。それでは次に紹介する2023年人気投票ランキング不遇キャラは、地獄関所の番頭神、丹羽渡久隆です。地獄組が地獄に落ちてるじゃないか。久隆はキャラ設定、デザインが神ってるキャラクターなだけに今回の順位は非常に悲しいです。アメリカの子供向け番組の MC を担当しているみたいなデザインですし。しか実際アメリカさんだからね。まずには渡久隆について紹介しましょう。東方奇刑13面ボス、エキストラ中ボスを務めていて、そして今作のオアシス担当。うにゅ？オアシス担当ってなんだ？地獄、鬼の国などの、異界との関所の番人、鬼と人間を見分けて、それぞれの居場所に振り分ける仕事をしています。今回は地獄に行きたいという人間の話を閻魔様に話を聞いていましたが、心配して地獄に行っても大丈夫か、腕前を確かめようとしていました。このおせっかいなところ三面ボスのお姉さんキャラらしくていいね。そしてこのクタカは今作のオアシス担当なんですよ。例えばマリサの腕試しの時には、地獄に行く前に地獄を見せてやりましょう、と言ったり、カッコつけちゃうのですが、思った以上に時期組が強くて、その後のセリフは強がりながらへばるセリフが見られるんですよ。あはははは、かわいいな。確かに東方奇刑獣はダークな作品だから、久隆はオアシス担当になるな。しかも能力も喉の病気を癒す程度の能力という、なんともかわいらしい能力を持っています。久隆の能力ってそんなんだったんだ。また鳥というと弱々しさや、臆病さのイメージがありますが、彼女は礼儀正しく公正で、平等と利他を優先する神様であり、ほっとするような設定ばかり。こんなデザイン神で BGM も神で良心的な神キャラクターなのに不遇ってマジなの？そう、久隆の今年のランキングは79位。出たー、不遇キャラが降り立つ79位。前回かなこ様が立っていた場所ですね。また79位はだいぶ低く見えるんだよな。そう、数字はめちゃくちゃ不遇感ありますよね。しかも前回の順位は63位とめちゃくちゃ人気キャラの部類だったのですが、大幅にダウン。16位分も落ちたの？そ、それはあまりにも不遇だな。しかも2021年の後半には強欲異分にもボスとして登場。服装が若干変わっていて、首からホイッスルを下げていて、時雨先生の和風テイストのデザインとめちゃくちゃマッチしてますよね。戦闘では空中にいるから手強いキャラだったし、なかなか活躍したように思えるしな。これはもったいないね。そうそう、コッコッコッやコケコッコーといった鳥の鳴き声を発して、それを弾幕に変えて飛ばしてくるのでなかなかインパクトがありましたね。なんで今年はこんなにも順位が落ちたんだろう？やはり認知度が薄まったことでしょう。確かに東方強欲異分では登場したものの、残念ながらプレイアブルキャラクターにはなれなかった。また奥のようにフランドールや、凍結といった大目玉キャラクターと出会わなかったことが挙げられますね。なるほど、確かに人気が継続されるような活躍はしていなかったもんな。また二次創作では意外と扱われないキャラクターで、かつ登場しても先陣を切るキャラクターにはなれないこともあります。一体どういうこと？東方奇刑獣のキャラクターというと、組長と神局で有名なハニアス神経機があまりにも目立ってしまい、そっちを採用されるケースが多い。確かに、同期の組長なんかは東方獣応援で参戦できたしな。また二次創作ゲームではサポートキャラになりがち。設定ゆえに回復薬的なサポートキャラとなり、先陣を切るようなキャラになりにくいことが挙げられますね。ロスはなんかではそんな感じだよ。そういった理由で神要素を持ったままで、出し切れていない非常に惜しいキャラクター。デザインとかトップクラスで好きな部類だし、固形のような名言を持っているのに惜しすぎるよ。また、まさに鳥肌が立つ話なんですが、かなこ様も水の神という水にまつわるキャラクターとして東方強欲異分で登場しました。風神と言われるもののかなこの元ネタは、八坂とめの神が元ネタとされていて、蛇神、水の神だぜ。東方強欲異分は水が汚れる異変だからだよな。そしてクタカも水にまつわる神様なんですよ。主に鳥の神に渡り神の主な信仰は治水、灌漑の神、都会、川との神などが挙げられるから確かに同じ水に関する神だな。そして東方強
暴力異軍参戦を果たしたかなこ様ですが、なんと2022年に79位、そしてクタカが今年79位となりました。水の髪が汚れちまってるじゃないか。そう、水が汚れる異変の東方暴力異軍はこのことの予言だった可能性があります。マジで鳥肌ゾクゾクってなったわ。もはやこれは運命、何とかしてこの二人の水の髪を救い出してみせますよ。タカみたいな可愛い感じで優しいキャラクターが79位なんかにいちゃダメだしな。これは何とか引き上げたいところだぜ。だからもう泣くな、タカ。続いての2023年人気投票ランキング不遇キャラは一気に5名の方を紹介しましょう。一気に5名ってどういうこと？その5名がこちら、交流道組だー。そう、この交流道組の5名がなんと一気に大きく順位が下がることに、ルーキーたちに完全に持っていかれてるのかな。まず交流道は東方プロジェクト第18弾で2021年5月に販売。時期は霊夢、マリサ、昨夜、サナエの4人、資金を貯めてカードを買い、様々な能力を使って進めていくというゲーム性。虹色基調で、前作の危険銃と違ってポップで爽やかな雰囲気のシューティングなんだよね。その新たなシステム性や昨夜が久しぶりに時期になったことでツイッタートレンドするぐらい話題を呼んだ作品。そんな交流道で登場した1面ボスの豪徳寺三毛、3面ボスの山城高根、4面ボスの玉造りミス丸、6面ボスの天球千又、 EX ボスの姫虫桃代が大きく転落することに。おい、交流道組あまりにも不遇すぎだろ。豪徳寺三毛はバレットフィリアで続けて登場して、高根はバレットフィリアで登場して重要な立ち位置だったし、ミス丸は陰陽玉の開発者というデカすぎるほどの重要要素を持ったキャラクター。巷は10応援でも関わる重要キャラだし、虫姫桃代はモリグルに次ぐボーイッシュキャラで全員いいキャラしてるけどな。一体何が不遇だったんだ。それではキャラたちの順位を見ていきましょう。豪徳寺三毛は前回の順位106位で今年の順位は116位に転落。山城高根前々回の順位122位で今年の順位は139位に転落。玉造りミス丸前回の順位123位で今年の順位は140位に転落。天球巷前回の順位52位で今年の順位は64位に転落。姫虫桃代の前回の順位83位で今年の順位は101位に転落。10位、全員10位以上下がってるし、三毛と千又以外は全員17位以上も下がってるじゃないか。千又なんかは初の人気投票ランキングで44位を叩き出すほどの人気キャラだったのですが、これはとんでもない事態だな。マジで黒歴史にも程がありますね。一体どうしてこんなことが起きたんだ。一つ目の理由としてはやはり新キャラクターが想像以上に人気が高かったことから、交流道組を抜いたことですよね。確かに新キャラクターの追加でその分上がるのか。ただ東方10応援の新キャラクターに魅力が負けているからとかではなく、10応援が上に上がるのは当たり前なんですよ。なぜなら登場回数が通常よりも多いから。なるほど。東方10応援はいつものように一方通行ではなくて、キャラの選択で出会うキャラが異なっているシステムだから出会う回数も増えた。その分会話やキャラの人物像の理解、何度も出会うと好きになる、単純接触効果で好きになるのは当たり前だよな。そう、なのでたった1ヶ月で全員が70位台以上という異例の事態が起こりました。それに比べて交流道はいつも通りの一方通行のため、次期キャラとの会話は少なければ出会う回数も少なくなるのです。そりゃあ人気度で負けているのは当たり前か。このメンツは漫画作品での登場もなかったしな。例で言うと、三女以外は東方奇形獣の頃の野生状態になっているわけですね。会話が多い東方獣応援で可愛らしい一面が割れたけど、奇形獣の野生は冷徹な雰囲気だけしか残せなかったもんな。またマリサさんも言ったように、まだ漫画での登場や、格ゲーでの登場がなかったのがでかい。その分認知度がどんどん薄れて順位が下がっていくよね。事例として、このメンツよりも先に東方水強化で見事に大爪痕を残した小松三女は143位という本編登場キャラの最下層だったのに、不正投票があったとはいえ、おそらく認知度と人気度は上がっていただろうし、ミステリアスなキャラから一転、少女漫画の優しいお姉さんキャラのようないい感じのキャラに着陸していました。あれ読んだら 99% 惚れちゃうよ。実際スレッドでは話題だったし。とはいえ、三毛は最近猫キャラが流行っているので流れが来ているし、高根はニトリとの絡みもまだ欠けるし、ミス丸なんかは陰陽玉開発者というあまりにもデカすぎる爆弾を隠し持ってるし、巷は漫画作品でそろそろ出そうですし、桃代に関しては、現在進行中の漫画、東方奇麗記伝の宮出口との関係性や弾幕シューティングゲームを代表する警部を彷彿とさせるキャラなことから大いに活躍が期待できる。なので、今は我慢して控え室にいますが、どこかのタイミングで代打として登場した時は、虹のアーチを描いた満塁ホームランを打ってくれるでしょう。それではラストに紹介する2023年人気投票ランキング不遇キャラは、やだ、この姿って、月の頭脳、矢心エイリンです。いや、あのみんなの助けてエイリンが不遇なわけないでしょ。それがなんと、現実とは思えないほどに大幅にダウン。まず矢心エイリンについてなんですが、東方栄野賞の6面ボス A を担当しました。ちなみに6面 B が主人である蓬莱山かぐや、東方栄野賞において、天文密奏法という秘術を用い、
月を偽りの少し欠けた月とすり替え、満月が来なくなる異変を起こしています。八岸の一族である矢心家切手の天才、英夜商テキストによると矢心家はいつしか月に住むようになった薬の天才家系らしいから、もともと地上生まれなんだよね。月人が地上に住んでいた現在から1億年ほど前に、月読みら高貴な神様と共に月に移り住み、月の都を作った月の賢者の一人でど偉いお方。また月誕生から計算すると実年齢数億歳という超高齢キャラクターで、そのカリスマ性は東方プロジェクトでトップクラス、間違いなく天才キャラクターといえば彼女が出てくるぐらいで、数々の作品でその天才の知恵を披露しています。代表的なところで言うと望月商と感受伝だよな。そのため原作での出番もそれなりに多く、最近も東方知霊記伝で登場していますよ。さらに地上に行きたいかぐやのために役職を失ったり、霊戦や帝の師匠だったりと母性感あふれるキャラ設定も魅力でしょう。原作ではこういったカリスマ性を披露していますが、二次創作ではネタキャラとしても人気が高いです。また東方プロジェクトの立役者の一人であるビートマリオ氏が歌うヘルプミー、エイリンによって知名度がバカ高い。海外の人も知ってるぐらいだし、東方ボーカル曲の代表曲だよな。エイリン、エイリン、と片腕を大きく上下に振りながら叫ぶのがポイントで、癖になる曲なので東方をあまり知らない人も知ってる人は多いでしょう。ちなみに曲の元ネタはかぐやの竹取師匠のアレンジなので注意されたし。そんなセクシーで美人で、東方プロジェクトの超重要ポジションなエイリンですが、なんと46位から53位に転落。40位台と50位台はデカすぎだ。エイリンパイ並みにね。本当その通りで、40位台というと東方プロジェクトの歴代レジェンドたちが集うような位置なイメージがありましたが、50位台になると、ちょっとマイナー感が出てきますよね。しかも超絶悔しいことに、なんと新米のよもつひさみが目の前にいるんですよ。ああそっかそっか、よもつひさみは52位だもんな。いやあ、それは悔しすぎる。あの東方英夜賞のカリスマセクシー担当として長年頑張ってきたのに、1ヶ月そこらの新米に抜かれるってきついよ。本当そうなんですよ。例えると、ホームラン王として長年頑張ってきたプロ野球選手が、入団したての新米にホームラン王の座を取られたみたいな感じですよ。これは、もうすぐ20周年を迎えるエイリンとしては悔しいな。東方プロジェクトのお姉さんキャラの代表格であり、実年齢数億歳なことから東方五大老の長的存在でもありますからね。総合的に見れば正直、今回の不遇キャラの中でも一番の不遇と言えますね。よくよく考えると前には八重や司といった同じエッキャラポジションの新米がいるし、辛いな。例えると、今まで一緒に男性の方と甘い夜を過ごしていたのに、だんだん離れていって若い子に取られた感じですね。想像したら笑いこらえきれんからやめー。なんといってもエイリンといえば、前回の歴代エッナキャラランキングでも言ったように全キャラ屈指の色気度を持つキャラクター。先ほども言ったように年齢は東方プロジェクト屈指の超高齢。この母性感とカリスマ性から獲得したものが類を見ないほどの対立。あ、流れで一緒に行っちゃった。公式書籍である月の稲葉と地上の稲葉ではみんな控えめの中、エイリンはわかるぐらいに大きく書かれていて、反公式的にたわわでもある。確かにエイリンだけめちゃくちゃでかい。二次創作でもエイリンというキャラを扱う上でぺったんで書かれる人は非常に少ない。またズネでは半目になる立ち絵があるんですが、歴代キャラと比べても色気度がダントツに違う。ズネからこの色気度はすごいわ。このように原作、ネタ、音楽、色気度どの方面でも長年活躍してきたキャラなんですよ。なんとかかなこ様ともども次回は若者に負けずに男性層を獲得してほしいところですよ。そういえばかなこ様ってどうなったの。かなこ様は79位から76位とかなり上がりました。おお、めちゃくちゃすごいじゃん。何がすごいって10応援キャラが参戦したのに人気度が上がっていることだよね。多分実質10位分ぐらいは上がっていますね。なんとかこの調子でまずは60位台に行きましょう。今後ともネタ提供よろしくだな。ただエイリンはもうそろそろロスはでか、それ以上のガチャランクで登場しそうだし、数億歳といえどバリバリ現役で活動してくれるのでこれからも期待ですね。確かにエイリンはさすがに50位台はかわいそうすぎるから、なんとか上げていってほしいね。あとかなこ様と、作品部門2位の英夜賞6面ボスが53位で、風神6の6面ボスが76位はどげんかせんといかんよ。かなこ様のコメントではそろそろ上げてあげてというコメントがたくさんあるので見てみてください。それでは今回の授業はここまでです。視聴者さんの好きなマイナーキャラがいたら教えてくれよな。またエイリン先生の魅力を知りたいって方はこちらのエッキャラランキングや人間組水着が似合うキャラで解説しているので見ていってくださいね。それではここまで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。